何何今の何、ちょっと待って、ちょっと止めよう、後ろは注意して、よっしゃいけるな、これ U ターン、何今の、これは探検しないけないでしょう。DVD 自販機、もしかしてここって男のパラダイス？よし、探検してみよう。これって現役やん。お、すげえ、現役。もしかしてこっちも現役？うお、すげえ、ここはパラダイスか、現役や。うお、すげえな、やっぱりセロだからこそ発見できた場所やな。お、危ねえ、危ねえ、ニュータロルやった。いや、これなんなん、向こうめっちゃ晴れてるんですよね。これこの雨、結構強い雨なんですよ今。なんかね、雨雲がずっとついてきてるんですよ。何これ。そんな感じで今回もいきなり素敵な出会いから始まりました。やはりセドーに乗ってるとこういった出会いが多くなりますよね。はい、そんなわけで今回はセロー250ファイナルエディションに乗ってツーリングに出かけております。ちょっとね、天気はいまいちですけどね、雨は、うん、ここは降ってないですね。行きましょうか。お、なになに今の、めっちゃ気になる、なになに、ちょっと待って、ちょっと待って、 U ターン、よし、お弁当の自販機って、これ現役か、これはちょっとお金入れる勇気はないんやけど。いや、これはちょっとあれやな、あー、もう多分現役じゃないよな。はい、そんなわけでね、またもや出会いがありましたね。うん、まあ、あのセドーに乗ってたらね、ああいう風な出会いは本当多いんですよね。走ってて気になればね、すぐにねそこを確認しに行けるというね、セドーならではの楽しみですね。はい、まあ、そんなわけでね、今回は、まあ、セドーでツーリングに行ってるんですけども、その目的といいますのは、このねセドー250、この魅力をね伝えたいなと思ってるんですね。まあ、その魅力というのは、YouTube でセローのインプレッションとかはかなりありますよね。まあ、そのインプレッションというのは、そのセローのね、いろいろスペックとか、いろいろさすがどうのこうのとかね、まあ、いろいろそういうふうな話が多いと思うんですけどね、それはそれでね、すごい分かりやすくていいなと思うんですね。ただ僕自身は、まあ、その辺のインプレッションじゃなくて、実際にセローでツーリングに行くとこういうふうな楽しみがあるよという、その辺をねお伝えできたらなと思うんですね。まあ言うてもセローに10年乗ってますんでね、セローについては熟知してるつもりですよ。なのでね、このセロー250ファイナルエディション、これは乗り始めてまだ1ヶ月なんですけどね、その前のセローにね10年間乗ってますんでね。はいはい、そしてね、ただいま走っているのが、奈良県の東吉野村、その集落ですよね、そこを走っております。はい、そしてね、集落を抜けるとこのようなね、日本狼のね像が出てくるんですね。この東吉野村はね、日本狼像最後の生息地と言われているところなんですね。ちなみに先ほどのね、日本狼の銅像のところで、水曜どうでしょうでね、ミスターとヒゲが、ね、確かマルシンをつけるかどうかのなんか対決をしてましたよ。その場所でもあります、ご参考までに。っていうか、この話通じるかな、マルシンって、マルシンをつけるかつけないかの対決って言うて通じるか分からんけど、まあ、あの分かる人だけ分かってください。
はい、そして国道166号線に抜けてきましたね。もうすぐね、三重県との県境になりますね。やっぱりこのね、セロで走ってるとね、こういったね、集落のね、散策もしてみたくなるんですよね。ちょっと散策してみましょうか。さあ、集落に入ってきましたね。この集落はね、僕も何度か散策もしておりまして、ぜひともね、ご紹介したいものがありましてね、寄ってみました。あ、何？すごいな、橋の工事してる。実はこの橋なんですよ。この橋っていうかね、この橋の手前のね、この道路標識、これをね、ご紹介したかったんですよね。すごいですよね、これ。っていうか、これ橋の工事のためにちょっと移動させてるんですけどね、まだこの道路標識残すつもりっていう感じやねんけど、すごいよな。え？だってもう行き先見えない標識の意味をなしてないよね。これは何やろ、この村のランドマークとして残したいんかな。10年以上前にね、僕もこの標識ここで見つけてね、そこからずっとありますもんね。すごいよな、これ残す意味って何やろな。やっぱり村人に愛されてる標識なんかな。もう朽ち果ててるもんな。はい、ただいまですね、三重県の松阪市に入りました。あ、いい天気になってきました。さすがに太陽が出たら少し暖かいですね。そしてここは、ループ橋ですね。はい、そしてね、今回向かうところは高見山。そちらに行ってね、ラーメンでも食べたいなと思ってるんですけどね、その高見山がね、全然見えないんですよ、雲に隠れて。まあちょっと現地どうなってるか分かりませんけどもね、まあ行ってみましょう。セローならね、そういった時もね、行こうっていう気になるんですよね。ただ無茶はしてはダメですけどね。はい、それでは向かいます。はい、それでは、ここ、はい、ここですね、高見峠行きましょう。高見峠から高見山を登っていきます。結構なね、ヘアピンカーブと急勾配が続きますよね、ここは。セローの場合ね、こういったね、タイトなコーナーですよね、全然へっちゃらなんですよね。特にタイトな登りコーナーもね、不安なく登れるんですよね。まあ、先日までね、僕もアフリカツイン乗っていたんですけども、逆にアフリカツインの方がそういったね、低速の登りコーナー結構難しかったんですよね。トルクがね、やっぱり感じられなかったんですよね。ということはエンストしそうになるんですよね。逆にセローの場合はね、その馬力、トルクは数字的にはね、本当に低いんですけども、やはりね、一番僕がすごいと思うのは粘りのある低速、そこが本当に絶妙なんですよね。それがあるのでね、低速の上りコーナーも躊躇なく不安なく登れるんですよね。特にそれがね、キャンプとかで荷物満載の場合でもね、全然へっちゃらでしたね。路面、今ね、路面もね、すごい落ち葉が濡れてね、すっごいスリッピーな路面になってるんですよね。当然運転は慎重なんですけども、やはりね、馬力のないバイクなんでね、不用意なアクセルオンに対してもね、不安はあんまりないんですよね。馬力のあるバイクだとね、一瞬のうちにね、やっぱ飛んでいっちゃいますんでね。まあ今のバイクでしたらね、まず電子制御がついてるんでね、そういった時では制御はついてるもんなんですけども、セローはそういった電子制御は何もないんですけども、全く不安はないですね。アフリカツイン乗ってる時もね、やはり馬力があったんでね、もうしょっちゅうね、トルコンが効いてましたよ。トルコン切ればいいんですけどね、やっぱり切ったらやっぱりね、不安はあるんでね。はい、あとここです。そしてこれは左行こうか。左もね、また林道になってるんですけどもね、ここもやはりパッと入っていきますよね。さあ、
この先は何があるでしょうかね。おっと、おお滑った滑った。うわ、水たまりが汚れるやないか。まあ全然へっちゃらですけどね。やはり新車の時はね汚れるのつらかったけど、もう今は全然へっちゃらです。あ、着いた。おお、すごいな、こういった滝が出てくるんですね。やっぱりこういった林道をね入れるバイクならではですよね。こういうのに出会えるのは、やはりオンロードのバイクだとねああいう道入れないんでね、やはりこういう景色に出会える可能性も少なくなるのかな。またこうした林道を走る場合もね、やっぱり低速の粘りがあるんでね、すごい走りやすいんですよね。極端にハンクラッチを使うこともありませんしね。これは帰った洗車やな。さすがに新車でねあの泥の中走るのはね躊躇しますけどね、もうへっちゃらです。どんどん行きますわ。ドロドロになってもね洗えばいいんですよ、それだけですわ。戻ってきましたね。はい、登りましょう。まあ、先ほどの林道の先の滝もね、決してセローじゃないと出会えない景色でもないんですよね。ただセローだと出会える景色なんですよね、ああいうのってね。そこが僕好きなんですよね。すごいな、なんていう雲が流れていくっていうか、もわーってすごい神秘的なんやけどね。今やはりこういった景色見れるのもね、セローじゃないと見れないとは言いませんけども、セローだと見れる景色ですよね。いや、すっごい神秘的。おお、かなり荒れてますね道が。おお、これオンロードのバイクで行ったらえげつないで、これはこの高見峠かなり道が荒れてますね。セローだとどんどん進めますよ。サスもいい感じですよね。もうデコボコ地面のね凹凸に応じてねピタッと吸い付くような感じで、あ、頂上まで来ましたね。奈良県の東吉野村、ここが奈良県と三重県の県境ですね。日本遺産高見山、冬になるとねここ樹氷がすごいんですよね。ただ本当の冬はねバイクで来るのは無理ですよ、さすがに。熊出没注意、7月31日も登山道で2メートルほどの熊の目撃情報あり、鈴をつけろとなってますね。鈴を、怖いな。あれ、皆さんね車止めてね登山してるんですね。登山届けですね。はい、ここでねラーメン作って食べようかと思ったんですけどね、今日はちょっと風が強いんでね、ちょっとこの山上ではやめときたいと思います。今から麓に降りていってね、そこで作れるところがあったらそこでやりたいと思います。ツーリングでラーメンといえばこいつでしょう、チキンラーメン。基本に戻ってねチキンラーメンを作っていきたいと思います。卵も入れましょう。よし、これで OK。 そしてネギを入れましょう。もう全部入れちゃいます。どうですかこれ、美味しそう。うん、おにぎりな中に入れよう。おにぎりぶち込みました。うん、
今回のセロでならいろいろ出会えるツーリングができるお送りしましたけども、いかがだったでしょうか。やっぱりセロってね、本当にもう万能なバイクですしね、本当にいろんなところに行けると思います。またバイクのね、楽しみの幅も広がると思いますんでね、僕は本当におすすめしますね。そしてやっぱり僕もこの先あと20年以上バイクを引退するまでね、セローには乗り続けたいなと思っております。このね、セローファイナルエディション大事に乗っていきたいなと思っています。はい、それでは今回の動画は以上で終わらせていただきます。よろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。イエイ。